さんは日本の天才ピアニスト辻井伸行をご存知でしょうか。産婦人科医の父と元アナウンサーの母のもとに生まれた彼は、出生時から眼球が成長しない小眼球症という原因不明の病を負っていました。目が見えない我が子を前にお母さんはよく泣いたといいます。彼の将来が不安で仕方がなかったそうです。そんなハンデを抱えて生まれた彼は、幼少期から音楽の才能を見せました。彼が1歳になる頃です。部屋でかかっていたクラシックに合わせて足でリズムをとっていたり、同じ曲でも別のピアニストが演奏すると違いを聞き分けて不機嫌になっていたといいます。その後1歳半でピアノのレッスンに通い始め、めきめきとその才能を開花させていきました。高校在学中の2005年にはショパン国際ピアノコンクールに参加し、批評家賞を受賞。そして大学在学中の2009年にはバンクライバーン国際ピアノコンクールで優勝し、あまりの演奏の素晴らしさに世界中から絶賛されることになります。世界的に有名になった彼は、イギリスで有名な BBC プロムスコンサートでラフマニノフの代表曲ピアノ協奏曲第2番を演奏し、客席からは鳴り止まない拍手と大きな歓声が響き渡り、アンコールのため再度彼は登場します。アンコールで演奏したリストのラ・カンパネラを聞いた観客たちは再び感動の渦に包まれます。There is such great affection between this orchestra and Nobuyuki, and it's been forged out of intense. いかがでしたでしょうか。世界一難しいとも言われるこの曲を完璧に演奏し、会場を沸かせる辻井伸行。日本人の繊細さと情熱を体現するような素晴らしい演奏でした。大きな感動を与える演奏を披露してくれた辻井ピアニストに感謝し、この動画を終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。